今日の準優勝戦3コースからのレース、ご自身ではどう振り返りますか？はい、2頭取れたので結果良かったと思います。今節は仕上がりの部分ではなかなか納得いってなかったようなんですが、そんなに良くなかったので、今節はよく頑張りました。現状の船足の評価を教えてください。全体的に見て、中堅ですね。はい。この優勝戦メンバーの中ではいかがなんでしょう？そうですね、みんな足はいいので、少し劣勢ですけど、どうにかしたいですね。明日は何か考えますか？いや、もうマイペースでいつも通りやります。スタートの方はここまでいかがなんでしょうか？風向きで難しいんですけど、ある程度いけると思います。中国地区選手権、山口支部からはたった一人の優勝となりました。そうですね、その分もしっかり走りたいと思います。それではファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、全力でしっかり走ります。